はい、こんにちは、116インズです。今回は監督の話をしていきたいと思うんですが、今週の頭ですね、ホワイトソックスがリック・レンテリア監督を事実上解任しました。まあ、これは全く予想されていなかった動きで、まあ、今年ですね、ホワイトソックスは12年ぶりにプレーオフに進みましたし、まあ、チームの状況からしても監督を解任することは到底予想がつかなかったんですが、ただホワイトソックスは来年からの戦いに向けて新しい監督を選ぶという選択をしました。でレンテリア監督は2017年から、まあ、それこそホワイトソックスが再建していた当時からチームの指揮を取っていまして、で3年間で若手の成長ですとか、また今年は積極的に補強にも動きましたので、まあ、それが実を結んでチームは12年ぶりにプレーオフに進むことができたんですが、ただシーズン終盤はちょっとチームも苦しんでいましたし、またプレーオフでもワイルドカードシリーズで敗れてしまいましたので、まあ、そういったところも含めて今回の判断につながったんじゃないのかなと思いますね。またレンテリア監督とフロントでは少々確執モードもあったようでして、采配に際してフロントはもっとデータを使ってほしいとレンテリア監督に要望を出したようなんですが、レンテリア監督が一部それに反対したりですとか、また逆にレンテリア監督がトレードデッドラインで投手の補強を進言したところ、まあ、残念ながらそれが叶わなかったりと、まあ、そういったところの確執もどうもあったようですね。でホワイトソックスと同じエール中地区のチームではタイガースも現在新監督を探している状況でして、というのもシーズン終盤にロン・ガーデンハイヤー監督が健康上の理由から監督を辞任しまして、現在も来年の新監督がタイガース決まっていない状況なんですね。ということでホワイトソックスとタイガース同地区のライバル同士が今回新しい監督を決めなければいけないという状況になっていまして、もしかしたら監督候補の奪い合いということも今後起きてくるかもしれませんね。でこちらが現在の両チームの状況と、それから新監督に求める人物像というものを書いてみました。まずホワイトソックス、現在の若手の成長状況からしても数年以内にワールドチャンピオンになりたい現在勝負期のチームですから、できれば新しい監督には優勝経験のある人が欲しいですよね。で実際ホワイトソックスのリック・ハーン GM も新監督に求める人物像として近年で優勝を経験している人材が理想と語っていましたので、勝ちを経験している監督というところを非常に重要視しているようですね。で一方でタイガースはまだまだ再建途中のチームですよね。マイナーにはトッププロスペクトをたくさんいますし、ここからどんどん強くなりたいチームですよね。でタイガースのアルアビラ GM も、まあ、ちょっとふわっとした人物像にはなってしまうんですが、新しい監督としてコーチ経験があってかつリーダーシップに長ける人材が良いと話していたようですので、ホワイトソックスのように優勝経験がマストではないものの、ある程度コーチとしての実績があって、でかつ若手を適切に成長させることのできる人材を希望しているようですね。こういった要件も考えますとタイガースは結構幅広く監督を見ているようですが、ホワイトソックスの方は近年の優勝経験者ということでかなり候補は限られてくると思うんですね。有力候補の一人としてトニー・ラルーサの名前も挙がっているようですが、まあ、他にも近年の優勝経験ということで2019年のナショナルズを率いたマルティネス監督はまだナショナルズの監督をやっていますし、2016年のカブスの監督をやっていたジョー・マッドンは現在エンゼルスの監督をやっていますので、近年の優勝経験者となると2017年のアストロズ、そして2018年のレッドソックスの監督をやっていた AJ ヒンチとアレックスコーラも候補に入ってくるんですね。ご存知の通りこの2人は現在 MLB 機構から2017年のアストロズのサイン盗みの一件で1年間の職務停止処分を言い渡されていますが、この処分はワールドシリーズの終了と同時に処分が明ける予定となっているんですね。処分が明けた後は MLB 球団との交渉も可能となりますので、もしかしたらこの2人がサイン盗みから1年経って再び監督になる可能性が出てきたんですね。実際ホワイトソックスの監督候補にはヒンチが入っているようでして、またタイガースの監督候補にはヒンチとコーラ両名がどうも入っているようですので、可能性はゼロではないのかなというところに現在来ているような状態ですね。二人ともサイン盗みの件が露呈するまでは監督としての手腕は非常に高く評価されていた監督たちですので、まあ、いずれ彼らを契約する球団は出てくるだろうなとは思っていましたが、まあまさか1年で候補に入ってくるとは、この辺は MLB らしいというかなんというかという感じですね。実際 MLB のスタンスとしても処分が明けたら基本的には球団の自由ということで、球団がそう判断するのであればそこは特に止めないというスタンスですよね。まあ、あれだけのスキャンダルを起こしたわけですから心情面ではちょっとと思う気持ちもあるんですが、ただ禁止薬物使用者にも同じことが言えるわけですよね。実際今 MLB で活躍している選手の中には禁止薬物を使用して出場停止処分になった選手もいるわけですし、だからといって彼らが永遠に球団から契約してもらえないというわけではないですから、まあ、良くも悪くも寛容で、その人に能力
能力さえあれば契約してもらえる世界のような気がしますね。エイロッドことアレックス・ロドリゲスも1年間の出場停止処分となったことはありましたけれども、なんだかんだ翌年には復帰して33本ホームランを放ちましたし、で引退後の現在は ESPN の人気解説者として野球界での立場を確立しているわけですから、与えられた罰さえ受ければその後のその人の能力次第ではセカンドチャンスを与えてもらえるのが MLB という世界なんでしょうね。ただそうは言ってもヒンチやコーラを雇うということは球団の PR という面では非常に大きな打撃となる可能性はあるわけですよね。間違いなく一部のファンからの反感は免れないですし、また球団外からも言われのない批判を受ける可能性だってあるわけですよね。もしこれで結果を出したとしても、不正を行った監督だからもしかしたら新しい球団でも何かしたんじゃないかと疑われることだってあるでしょうから、そういったリスクを超えるメリットがあるかどうかというところは慎重に判断する必要があるんじゃないのかなと思いますね。まあ、個人的にはいくらルール上 OK とはいえ、彼らが1年であっさりと復帰となればちょっとモヤモヤはするかなと思いますね。ヒンチに関しては MLB の報告書でもサイン盗みには否定的な立場ということは記載されていましたので、まあ、ベルトラン含めクラブハウスをコントロールできなかったというリーダーシップの面で少々疑問符はつきますが、1年間のペナルティを全うして監督復帰となれば、まあまだ納得できる部分はあると思うんですが、コーラに関してはアストロズのサイン盗みの中心的な人物だったわけですし、でその後のレッドソックスでも彼に何ら責任はないとはなっていましたが、同様の事件が起きているわけですから、ちょっと1年であっさりと復帰となればそれはどうなのって思ってしまいますね。もちろんこれは人によって価値観も異なりますし、考え方も違うところだと思いますし、またそもそも時間が解決するのかと言われると私もちょっとそこに答えはないんですけれども、私の非常に個人的な心情面から言わせてもらいますと、まあ、ちょっとモヤモヤするなというところが正直な感想ですね。もちろんホワイトソックスやタイガースも実際にヒンチやコーラを雇うとまだ決めたわけではないですから、本当に1年で復帰となるかはわからないんですけれども、今後のホワイトソックスとタイガースの新監督選びは注目して見ていきたいところですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。